はい、皆さんこんにちは。ラジオでオフショーの時間がやってまいりました。パーソナリティの米田明と、はい、そしてアシスタントの竹村真理です。はい、今日も一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのね、真理ちゃん、はい、先週ね、はい、リスナーさんからいただいたお便りの中でちょっとご紹介した中で、はいはい、番組始まる前に、はい、あのなんか映像は流れてるらしいな、ユーストリームの、ね、そう、1分だけね、ちょっとね、音なしで、音声なし流れてるんですね。何喋ったはんやろみたいな。そうだ、今も浮いてたな、はい、じーっとしてて急に、はい、こんにちは、そうほんまお二人暗いんちゃうかみたいな、ほんま静かなんちゃうかみたいな。お前ら、だからやっぱそうやってその、はい、番組始まる前から、はい、なんて、いや見られてるって変な言い方やけど、はい、見られてると思うと多少、まあ見てる人は少ないですよ。あ、そっか、それさ、基本ラジオですからね。そうですね、はい、というててですね、はい、もうほんまにあっちゅう間にもう2月になってしまいまして、はい、早いね、はい、先週ほら1月がもうすぐ終わりや言うてて、はい、ね、2月、おそうそう、2月というと、はい、2月3日、節分さんですね。豆食べ、はい、巻いたり食べたりしましたか？もちろんですよ、うん、やっぱこれそういう行事事はね、やらないと。旧暦のお正月や、そうですからね、はい、これは皆さん明けましておめでとうございます。あ、おめでとうさんどす。ほんまそんな風な感じ。はい、あれ、祇園町なんかなんかそんなんやったりするんだよな、そういうなんか、ね、お化けですね、うん、そんなのあったりしますね、はいはい、そうですね、はい。さて、この番組ではリスナーの皆様からのお便りやご質問などお待ちしております。ファックス番号が 075-253-6901、 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp です。どうかどしどしお便りください。お待ちしております。はい、ということでね、はい、さあ、じゃあ今日はお化けでいこうかな。違うかな、お前ね。じゃあ今日もね、はい、元気にいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ヨネ人脈ということで、ヨネさんの人脈でゲストを迎えましてお話を聞いていきましょうということです。はい、今日もですね、はい、ゲストの方来ていただいております。はい、はい、ご紹介ください。はい、ご紹介いたします。はい、行政書士生駒法務事務所の生駒信夫さんにお越しいただいております。はい、生駒さん、こんにちは。こんにちは。ようこそ。こんにちは。よろしくお願いします。生駒さんとはね、はい、僕も時々この番組で言うてる朝活っていうのありましてね、はいはい、毎週金曜日の朝6時半からですね、はい、BNI 3 Win Chapter というやつでね、はい、ご一緒させてもらってまして、はい、もう早起き仲間ですね。早起きそうです、はい、友達言うたら、あ、そう、あ、毎週言ってんの早起き会で、早起き会には違いないけど、早起き会や、早起き会、ね、なんかどっかのおじいさんが集まってた、ね、なんかそんなイメージですが、そんなイメージですね、そう言われたら。まあまあね、そこでまあお知り合いにならせていただいて、はい、出ていただいたんですが、生駒さんは若いですよ。皆さん、皆さん若いです、はいはいはい、あの女何か、僕は年寄りやね。まあ、ヨネさんはね、還暦を迎えられておりますけど、はいはい、見えへんけど。そうそうそう、はい、まあ、ねえねえ、ほんでね、その、まあ、生駒さん、はい、今の、はい、行政書士ということ、はい、生駒さん、行政書士っていうのはね、はい、まあ、僕らの仕事から、まあ、もちろん存じ上げてるわけですけども、はい、ものすごくこう幅が広い。広いですね。一言で行政書士って何屋さんですか、はい、どう説明します、これ。まあ、許可を、うん、何か許可取りたい、飲食業やりたい、はい、建設業やりたい、許可申請が必要な場合に、まあ、スムーズにやれる専門家と思っていただければ、うん、いいですね。まあ、だから、はい、いわゆるなんていうのかな、書類を書く代理の人みたいなことやね、うん、はい、いろいろね。だから行政書士やから行政のことやらん、はい、で司法書士っていうのは言い張るやろ、はい、これは裁判所とか、はい、無局に対してなんだかんだ書類を作る、はい、これ司法書士やね、はい、だ行政書士は行政は多いもんな、多いですね、本当に。もういろんな間口が広い、めちゃめちゃ広い。だからもう、はい、多分侍業の中で一番間口広いんちゃうかな。広いですね、うん、だって税理士言うたら税務やから、はい、まあ、限られるじゃん。そうですね、ね、はい、で今の弁護士や司法書士やったらどっちか法務でしょ、ね、はい、行政書士なんてそれ全部網羅する部分、そうです ね多いですね、はい、でその中で、まあ、当然そうなると、はい、得意不得意あるわけや、何でもかでもできる、まあまあ一応確かにでもありますよね、うん、はい、表向きに何でもかでもやれるような顔はしててもね、うん、でもその中でも得意ってあると思いますよね、うん、となるとその辺はどの辺ですか、はい、守備範囲としては、まあ、建設業とか産廃とかの許認可審査もよくさせてもらってるんですけど、はい、一番多いのは、まあ、得意になってしまったって言った方がいいんですけど、はいはい、外国人の在留資格、はい、まあ、ビザ申請って一般的に言われてるやつ、はい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 、入国管理局への手続きとかをよくやってますね、はい、結構その外国人の人が日本で、はい、まあ、仕事をするとかいうのはやっぱ難しいんやね、手続き的に。そうですね、
どうしてもそのなかなか外国人の人は日本のこと分かってないんで、システム的なことが、うん、はい、だから会社の財務諸表をコピーして持ってこいとか、はい、雇用理由書出してって言われても分からないから、分からないですね、はい、なかなか雇用する側が慣れてれば結構楽なんですけど、はい、なかなか3年に1回とか1年に1回ある手続きを覚えてない方が多いので、はい、あと国際結婚とかですね、その辺も難しいですね。難しいんですか？難しいですね。結婚は簡単にできるんですよ、はい、あの日本へ呼び寄せて一緒に住むっていうのがなかなか難しいです、はい、あ、うん、あ、なるほど、なるほど、そうなんです。でも結婚すんやから、そんなに別に結婚したから一緒に住んだらええやんって単純にそう思うねんけど、ね、うん、はい、その旦那さんの収入の状態がどうとか、はい、本当に一緒に暮らせるかとか、はい、あとまああんまりいいことじゃないですけど、偽装結婚じゃないかとかっていう話ですよね。その辺を結構詳しく調べられますね。あ、そっか、一時期なんかありました ね、その偽装結婚がどうのこうのってね、話題になったことあるわ、はい、やっぱりそういうのを、まあ、なくすというか、はい、見抜くというか、はい、そのためにいろいろ書類を出さないかんということですか？そうですね、一般的にこう書類って言われると本当各書類想像されるんですけど、はい、まあ、国際結婚なんかやったら結婚式の DVD 出したりとかですね、はい、あとほんまに結婚したんかみたいな、そうですね、はい、あと2人のスナップ写真とかですね、あ、直筆のラブレターのコピーとかですね、そこまでいろんなもん出します、そういうの、あ、ちゃんと2人は愛し合ってるよっていう、そういうことか、そうです、だからそういうものが出せないということはその偽装結婚じゃないのかというかって言われちゃうんですよね、どうしても、はい、なるほどね。そういうのってでもやっぱそういう意味ではハードルが高いわけやね。結構高いですね、だから、国際結婚されて日本へ来たはって一緒に住んで、はい、あの生活したはるっていうのはかなり、まあ、どう言ってんですか、いろいろご苦労あってされてる場合が多いですね、うんうん、でまあそこまで来ちゃうとやっぱりだんだん更新の手続き面倒になってくるんで、はい、永住されたりとか長く日本にいたりと、うんうん、でもまあ本人たちすごく一生懸命仕事もされてるし子育てもされてて、はい、なるべくどう言ってんですかね、日本に対して、まあ、貢献したいっていう気持ちが高い方も多いのはもう事実です、はい、やっぱりそれだけ日本が好きで、はい、相手配偶者も大好きで、はい、だから日本に居続けたいんだって言わはる方多いんで、はい、すごくあの言い方多いですね、お客さんも。なるほどね、はい、でもやっぱりそういう手続きももちろんいらないとは思わないけれども、はいはい、まあなんかねあんまりこう、ルールばっかりだとしんどい部分もあるよね。しんどい部分もありますね、うん、じゃあさっきの言うとあったその外国人を雇い入れるっていうのはこれはまだすごくね、はい、大変、僕はその経験がないので知らないんですけども、やっぱ相当な書類を用意せないかんわけですか、雇い入れる。そうですね、よくある最近のトラブル事例なんですけど、はい、留学生の方が日本でそのまま就職したいっていう場合に、なるほど、留学っていう在留資格の時は例えば大学からの在学証明とかがあれば簡単に通してくれるんです、更新ができるんです、はい、ただ今度就職、今度春に就職決まりました、はい、うん、じゃあ、人文知識国際業務とか技術っていう就労系の在留資格に変更するときに、はい、一気にハードル上がるんですね。あ、そこで本当に会社が雇用しようとしてるのかとか、なぜ外国人を雇う必要があるのかとか、はい、どのぐらい給料払ってどんな業務させるかまで、業務内容結構細かく聞かれる。会社側も大変ですね、書類ね。そうです、どちらかというと受け入れ側の会社側の書類の方がほとんど9割占めてきます。でもね、会社からしたらさ、はい、別にそのどこそこ なんとか人の人に、はい、出ないとできないというんじゃなくて、いやこいつ俺気に入ったんやと、うん、そうですね、ね、ご好意みたいな ね、だから、はい、いやいや君は別に日本人と同じように普通の仕事してくれたらええねんでと、はい、すごく気に入ったから、はい、ぜひうちの会社で力貸してくれっていうのはあるよね。そういうのありますね、はい、そういうのは通りにくいってわけですか、逆に。そうですね、大学で勉強した内容と就職先の仕事内容がある程度整合性がないと通れないんですよね。だから一番よくあるのが貿易会社、はい、輸入とか輸出である、まあ、それはそうでしょうね、あと、うん、その手の国際業務があるところやったらわりかし説明がしやすいんですよ、彼がいないとどうしてもできないと、うん、なるほど、そして慣れてはりそうですね、会社もね、会社も慣れてるから、うん、だから取引の実績があるかとか、はい、もう一番ひどい時は注文書とか契約書を持ってこいまで言われますからね、向こうとやる、たまにですけど。なるほどね、はい、でも本当にそんなん言われるとね、はい、例えば
普通日本人を雇える場合、はい、なんでこいつがいいんだと言われるから言われないですよね。それは俺が決めたんやん、ね、なりますよ ね, ね, そ, うですね。そう思うと大変ですね。それが通らへんというのもなんか、うん、どうやねんみたいな気するけどな。あ、なんかちょっとした書類も書くのほんまに邪魔くさくて嫌やのに。確かにね。それお仕事にしてあるって大すごいですね。まあでも感謝されるんですよね、すごく。それで口コミもすごいですし、はい、あと一番嬉しいのはよく中国人の方なんかのお手伝いさせていただくと、はい、必ず終わった後、はい、中華料理店連れてってくれるんです。なるほど、ね、本当は報酬上積みしてほしいんですけど、でも中華料理店連れてって、はい、まあ、彼らのそれがどじったいんですか、ね、礼儀というかそれが最大限 の,、はいはい、あの感謝の表れみたいですけど。あ、そうなんだ、うん、最後、まあ、はい、考えてみたらすごくいいお仕事で、日本の好きな、ね、うん、日本好きなそういう外国人の方、ね、しっかりとね、やっぱ日本で生活ができるような支援をしていただけるわけですからね、うん、そういう意味ではね、まあ、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、あっちも寝終わってしまうでしょ。終わりましたね。緊張してましたけどね。はい、はい、どうも今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。でもマリちゃんね、はい、やっぱりね、そういう仕事って大変やね。ね、難しいなと思う。いや、難しいなと思いますよ。うん、だから僕ら逆にね、はい、こうあまりそういう、まあ、業界というのかな、うん、その外国人の方との接点って、はい、まあ、具体的にはあんまりないやんか。そうですね、うん、はい、でもやっぱりそういう人たちが、はい、やっぱ日本好きやっていう人多いやん、はい、まあ、もちろん日本人だって外国行って、はい、いろんなところで活躍してる日本人いっぱいいるよね、はい、だからそれと同じようにこうどんどんね、日本にも僕は来てもらっていいと思うのね。そうですね、うん、はい、ただその時に、まあ、その見分けるのは確かに難しいけども、はい、そういう、まあ、まともなというかね、はい、きちっとした気持ちでやっぱ日本を愛していただいて、はい、日本の国でいろんな、ね、仕事もしたい、はい、日本にできるだけ長くいたいという、はい、そういう、ね、人はできるだけこう支援してあげたいな。そうです ね, ね、日本人より日本人みたいな人いっぱいありますからね。いっぱいいる、いっぱいいる。もう大好きな人いっぱいありますからね。日本人の方がこの頃問題ないやついっぱいいるかもしれん。確かに、はい、はい、じゃあちょっとお便り紹介しましょうかね、はいはいはい、岸本さんですね、お正月の雰囲気がなくなってきていますね。確かに車にみかん見ませんでした。寂しいことですね、ということありますね。これこの間話したんだよね、はい、お正月にね、確か車の先につけてるのないもんね、はい、おみかん見なくなりましたよね、うん、はい、ですね、じゃあ、うん、ハチさん、保険のことですね、知らないと損ですねって言ってありますね。何に対しても無知とは怖いものだなと思いました、うん、この間保険のね、辻さん出てもらった時の話はね、はい、やはりね、まあ、保険に限らへんかもしれんけどね、はい、やっぱり知らないっていうことは怖い部分いっぱいあるよ ね, なかなかね、うん、ただそういうことをちょっとアドバイスしてくれる人が身近にいるかどうかということが基本的には重要なんちゃうかな、はい、うん、今回お便りくださった、はい、リスナー様です。里子さん、みのりさん、岸本さん、中陣さん、八さん、以上です。はい、はい、いつもありがとうございます。まあ、いろいろね、何か、はい、ゲストの方への質問でも結構ですね、はい、まあ、ちょこっとね、メールででも送っていただいたらね、はい、我々嬉しいなというふうに思うんですけどもね、はい、はい、そうそう、まりちゃん、はい、2月の19日の火曜日、はいはいはい、リアルなオフ帳でございます、はいはい、毎月やってる人脈拡大交流会、はい、誰が来ていただいてもいいのでね、はい、いろんな人と知り合って、はい、まあ、自分の人脈を広げていただくという意味でね、生米さん見てください、この番組の元になってるやつで、はい、もう11年続けてるやつですから、はい、塩川の町上がる一つ目東いるビアホールミュンヘン、ミュンヘンさんの2階でやってますので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います、はいはい、ぜひ今年はね、リスナー様来ていただきたいです。そうですね、またこのラジオの方もね、毎週聞いていただければ嬉しいなということで、今週も時間がやってまいりました。また来週も皆さんと元気にお目にかかりたいと思います。お相手はいつもの米田明と竹村真理でした。ということで、また来週までごきげんよう、はい、さよなら。